今日もお疲れ様でした。キャラです。さあ今回はこのね、近くにトライアルチャンバーがあるので、この不吉な瓶を飲んで挑戦してみたいと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。いいですよ。今回どれ飲もうか。2、3、5、どれから行く？とりあえずちょっと2から行ってみようかな。ね、弱いのから行こう。弱いのから怖いからね、怖いからね。弱いのから行ってみよう。で今回はちょっとキャラちゃん一人で頑張ってこようかと思います。よし、じゃあ行ってきます。いやー、ここで飲まないように気をつけないとですね襲撃起きちゃう、起きちゃう、起きちゃう、起きちゃう。最高。強いモードどうなんだろうね。どれぐらい強くなるんだろうね。ちょっと全然見当つかないんだけれど、なんか防具の装飾をしている敵が出てきたりとかするらしいっていうのは聞きましたけど、どうなんだろうね。いや、狼くんたちいないとさ、心細いねお、真相がエニアに来たよ。あ、もう来た。すごいとこに入ったね、このアメジスト。暗視を飲んで、よし、じゃあ不吉な瓶いきますよ。不吉な瓶、ゴク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 。よお、おお来た。さあさあどうなるのか。であとは装備をちゃんとガチガチにしていこう。でですよ、どっから行けばいい、これ。こっち側にも、あ、これね、宝箱あるけど、これまだ取れないね。取れないとこだね。あ、来た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 よ。あ、ほんと装飾がある、すごっ。ピュー痛い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 、ね、なんかを食らっている。何を食らっているの。いたたたたた、なんかパリンってパリンってパリンってなんか言った。何パリンって。いた。ねえ、ダイヤ防具つけてるよ。嘘でしょ。ダイヤ防具もつくんですか。何、なんかボってボってボって、何ボって、何、どこどこ。ねえ、何を食らっているの。待って待って、ボって言ってる、ボって。何、どっから何を食らっているの。何がどうなっているのかわかんないね。どっからさ、何を食らっ、あ、これか、これだね。試練の予感だ。びっくりした、怖いから。もう何かと思ったよ。怖い怖い怖い、やだ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 。ねえねえ、チビゾンビばっかりはダメだって、ダメだって。ねえ、なんでチビゾンビばっかりなのね嘘でしょ、嘘でしょ、そんなの。やだ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 こ、ねえ、なんでよ、熱いよやだダイヤ装備のチビゾンビとかひどくない嘘でしょ。ね、2でこれなの、嘘でしょ。え、5どうなるの待った待って、ねえねえ、本当にさ、ねえ、これどうなる、大丈夫、私一人で来てよかったのかな、これ。いやー、やだ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 まだ出てきそう、まだ出てきそうだよ。
まだ全部倒してないのかな。何も出てこないよ。叩けない。ね、鍵が欲しい。鍵欲しいよ。あ、出てきた。ねえ、ステーキだよ。ステーキなの。あ、なにこれ。竹の釣り看板と足場がいっぱいもらった。あれ、さっきのさ、ストレイはストレイ。ストレイどこ行ったの？待ってね、なんかさ、移動速度上昇がついてるよ。え、いつの間にそんなのもらったの？よくわかんないんだけど。よくわかんないけど、そんなのもらってる。あれかな？どうした？あ、なんか出た。出たよ。よかった。来たよ。これだよ、これ。これ欲しかった。不吉な試練の鍵。やったー。ねえ、すごいとこに刺さってる。痛い。よし、なんとか1個目ゲットです。やったー。さあ、次行こう。よいしょ。さて、これと、こっち側もあるんだよね。これもストレイでしょ。だよね。そうだと思った。意外と。このさ、ダイヤ装備怖いね。ダイヤ装備危険だよ、本当に。で、あと、ブリーズがいたの、ブリーズが。いた。いて。ブリーズ飛ばされるだけだから、そんなに。あ、ねえ、ちょっと待って。スライムになった。スライム来たよ。あれねえ、すごい倒せないよ、あれ。あのストレス強。できたん。このボロボロ具合。怖ー。もうパリンパリン言うし。さあ、これ、あ、まだいる。待ってください。これ欲しいよね。メイス欲しいんだ、メイス。あいいな、あんなに飛べるの。やりたい。また。よいしょ。いっぱい。ねえ、何体出てくるの？いっぱい出るね。痛い。これたださ、ダメージがないからいいよね。あ、ストレイ、こんなとこにもいた。倒した。これなんもない。これ倒したのかな？あ、あったよ。よし、2個目。あと、この上。ストレイが出たところもあるんじゃないかな。あ、あるけど、これ何？なんだ？再生のポーション。いらないね。これは？ベイクドポテト。いらないもん、ぽい。雪玉投げちゃうんだから。あ、ね。ね、大変。エリトラつけてないのに飛ぼうとしちゃった。それは無理なのよ。ねえ、これできる、これ。来た。これじゃない？カポッ。カポッって言った。ここのさ、あと色が違うんだよね。前々回の一番最初に来た時はね、ここがね、銅色だったんだよね。これね、ちょっと色が違うらしい。さあ、行きますよ。
せーの、オープン。何？あ、カジ型来た。あと何？あと何？え、すごいすごい、いっぱい出たね。ちょっと待ってね。カジ型と、え、ウィンドチャージ17個もくれたよ。すご。あと、移動速度っていうか、鈍化の矢と、エンチャントの本、拡散、いらないな。いらないな。よし。さて、こっちでしょう。あ、ここにもあるよ。来た。開けよう。さあ、これに何が入ってんのかな。何が入ってるかまでは分かんないのかな。よし、じゃあ行きますよ。せーの、オープン。何？お、カジ型。ウィンドチャージ。あ、不吉な瓶もらった。ね、待って。旋風の装飾はいい。不吉な予感4。いいね。ベースのさ、あれ出ないね。ダイヤ。ベースの来ないかな。ね、あれがね、まだ来てないね。意外となんかね、一人でも戦える感じ。いらないよ。一人でも戦える感じではね、ある。ある。あるんだけれども、鍵がないからそこ開けられない。開けたかったな。開かないよ。ないよ。終わっちゃったよ。終わったね。終わっちゃった。2個しか開けられなかったな。あ、だって今回さ、3本分で終わっちゃったもん。安心のポーション3本で終わった。あ、暗。飲んで帰ろ。残念。ねえ。まあ、でもまだ何回でもね、チャレンジできるはずなので、いいですけどね。いいけど、ここちっちゃいね。もうちょっと、あるのを期待した。さあ、村が見えてきたんですけど、まだね、この試練の予感が終わっていないので、ここで終わっておこうかなって思います。そう、試練の予感ね、意外とね、一本飲んだだけでね、一応、攻略はできましたね。今回は不吉な瓶のレベル2を飲んだんですけれど、結構ね、ソロで戦っても結構死なずにいける感じ。ただね、チビゾンビいっぱい出てくるのはちょっと怖かったですね。あれは怖かった。ダイヤ装備のチビゾンビとかね、いっぱい来るのはさすがにちょっとね、あれはドキドキしましたけれど、他はなんとかなるかなぐらいでしたね。特にそんなにね、瀕死になって逃げるとかそういうのはなかったので、結構ね、いけるかもしれないなと思います。今度ね、もう一箇所行ってレベル5をちょっとね、試してみたいなと思います。そんな感じで、まあ今回は終わっておこうかなと思います。では今日の動画はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などポチッとしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。